はい、皆さん、えー、こんにちは。今回もね、えー、ちょっとグレーのシャツに着替えました。ということで、本日もね、この YouTube の活動、忙しいなっていう感じですね。えー、といった中でですね、もうまたね、えー、土曜日になりました。ということで、週末を迎えております。皆さん、どんな週末をお過ごしでしょうか私はなんかね、自分の仕事と YouTube で忙しいな、みたいなことで、 えー、特にね、YouTube に関してはね、新しい話がもうここ1週間、2週間ぐらい、ボンボン入ってくるんで、何をね、皆さんにちょっとお伝えしようかだとかね、いろいろ考えながらね、えー、動画を撮ってるんですけど、こ、えー、このとこ、やっぱりね、話が、話したい内容が多いので、動画の本数が多くなっておりますけどね、まあ、そ,ういったそういった中で今回はグレーな話です。まあ、グレーな話といってもですね、 えー、おととい行われた、まあ、ジャーニーズ事務所の会見においてですね、えー、藤島ジュリー、えー、前社長とね、えー、東山紀之新社長がね、中心になって記者会見をしておりましたけども、あの記者会見に基づいてっていうことをね、えー、またちょっとお話ししたいなと思います。でですね、えーまあ、今朝のね、動画なんかでもね、今朝はちょっとあの例、ね、のね、えー、イギリスの BBC が、あのソーセージ事件を取り上げたってことで、これは大変なことになったな、みたいなね。 えー、そういったような動画を上げさせてもらいました。この動画まだご覧になってない方は、私のこのね、えー、動画の終了画面に貼っておきますので、えー、今朝方ね、ちょっと配信しておりますので、ぜひご覧になってみてください。はい。で、今回はこのジャニーズ問題ではあるんですけども、全然話は違います。えー、今回はですね、もうそれこそですね、この東山のりゆき新社長の 経営手腕というかですね、え、この人やっぱり経営者としてどうなのっていうようなことをね、話したいなというふうに考えております。というのもですね、もう、あの、おとといのね、記者会見、あの皆さんもご覧になった方もあると思いますけども、えー、このね、ジャニーズ事務所のジャニーズという名前に関して、えー、おととい、東山さんはですね、一応まだ残すと。 当面ですね、このジャニーズというような名称に関しては残すといったような表現をされておりました。そういった、ただそういったようなことを言及したことによってですね、いろんなところに今現在ね、波及しております、問題がね。まあ、といったのことも含めてね、果たしてこの東山さんに関してはですね、経営能力、それこそね、ちょっとね、えー、まあ、サムネイルにも書いておきましたけども、リスクマネジメントという観,観点で言うと、やっぱりね、経営者として知らい 失格でしょうみたいなちょっとね辛口になりますけどそういったような話をしたいなというふうに思います。はい。でちょっとね、今からまたね、画面を変えますね。えー、まあね、ちょっとね、ちょっと、ああ、そっか、ちょっとね、えー、実はね、この話をね、したいなと思ってたんですけど、昨日は昨日で、 あの例のね、あのビッグモーターの件に関して損保ジャパンの白川社長が辞任会見やってましたよね。私もね、あの最初の1時間、2時間ぐらい見てたんですけど、昨日の会見もなんか3時間から4時間ぐらいやっておりましたよね。非常に長い会見になっておりましたけど、まあ、この話もちょっとしたいんですけどね、ただね、あの企業トップが辞任するという点においては、まあ、その点だけはね、このジャニーズの問題、そしてこのね、損保ジャパンの問題、同じなんですけども、 で,でもね、やっぱりね、中身は全然違うよね。というのはね、やっぱり昨日のの損保ジャパンの、えー、辞任会見をね、いろいろ見てましたけど、あれ、これはね、完全なね、サラリーマン社長の尻尾のトカ,あなんかトカゲの尻尾切り的なね、話ですよね。私は少なくともそういう風に受け止めました。 やっぱり、ね、昨日のその会見の中でもですね、損保ホールディングスの、ね、桜田会長も一緒に、ね、会見の中で出ておられましたけどももともと損保ジャパンの白川社長に関してはこの桜田さんに2年ぐらい前ですよね、引っ張られて。 何人抜きでしたかね。取締役の中で三十数人抜きぐらいで一挙にね社長まで上り詰めたような人だったんですよね。まあそういったような観点で言ってもやっぱり完全なサラリーマン社長で今回のね責任を取ら,さ取らされて結局はね えー、トカゲの尻尾切りをされたんじゃないの。まあ、本人はね、本人から辞任をするというようなことを意向ということは言っておりますけど、私はそうは思わないんだけどね。まあ、ちょっと、これもね、ちょっと時間があったら話をしようと思っております。ということでね、ちょっとね今画面を変えて、今回はジャニーズの件ですということです。ちょっと画面変えますね。はい。えー、でですね、今ちょっとね画面を変えさせてもらいました、えー。ジャニーズという名前を残すことによる弊害というようなことでね、このタイトルは私は勝手に書いてるんですけども、 やっぱりね、あの、さっきもちょっと言ったんですけど、経営者として何をまず第一に考えなきゃいけないといった点を,を含めてですね、お話ししていきます。でですね、えー、そのおとといの会見の中でね、まずこの東山新社長に関しては、この一番上に書いてある内容言ってましたよね、このジャニーズを残すんですか、それとももうやめちゃうんですかというようなことに関して、 え僕が思い,思,います、えー、思いましたのは、えー、タレントが培ってきたエネ,エネルギーやプライドでもあると思うのでその表現の一つとしてもいいんじゃないかすなわちね、えー、このジャニーズといったような名前、えー、そのものは当面の間まだ残すといったようなことを言われておりました新社長がねでもこのことがねやっぱりね何て言うんだうかなやっぱり経営者にとってのリスクマネジメントが全然できてないというふうに私なんか思いますね はいでですねちょっとね、その話もね後からお話しします。でですね、そういった中で、特にね、昨日ぐらいはね、こういったような会見を受けて、やっぱりさっき言ったですね東山社長のこのね、言及した内容を受けてという点が非常に大きいと思うんですけれども、例えばね、アサヒ、アサヒグループホールディングスは8日、えー、今後、ジャニーズ事務所のタレントを起用した広告や新たな反則は展開しない方針を明らかにしたと。 でで現時点の契約は、えー、満了後は、ね、更新しないといったような、ね、もう方針を、ね、朝日早いですね、もう決めましたというようなことで、まあ、これはちょっと日刊スポーツの、ね、記事を引用,して引用してるんですけども、まあ、でもね、こんなの当たり前だと思うんですよ。あの企業経営者の立場からすれば、ですね、まあ、こういったジャニーズというですね、まあ、このジャニー喜多川氏のです、ねまあ、犯罪者ですよ。犯罪者の名前が入ったですねそういった名前の事務所でしょ。 そこからねそこの事務所のねタレントを果たしてね他の企業がね自社の広告宣伝用に使うんですかっていう観点からすればどう考えたってそのね使う側からすればですねマイナスイメージしかないわけですよ。といったようなことを考えればね当たり前ですよね。 まあこういったようなことがねやっぱりリスクマネ,ージ,メントマネージメントだと思うんですけど要はね東山新社長がねジャーニーズという名前を当面使うといったようなことを言っていたんですけどもなんかロゴはねなんかやめるみたいなことを変えるみたいなことを言ってましたけどねでもロゴはロゴそのものは別にしてもですねジャーニーズという名前 これって、まあね、やっぱりね、犯罪者の名前ですからね、そういったようなことを考えれば、当然そこから派遣されてくる、もしくはですね、そこのタレントを使うことは他の企業から見れば、全く第三者の他,他の企業から見ればですね、使うわけにいかないよね、当たり前のことだと思います。なので、まずはね、朝日がね、そういったようなことで発表しておりました。またですね、えキリン。 に関ししててもですす。ね、やっぱりり同じような発表をしております、えー、例えばね、ジャニーズ事務所のタレントとの広告契約を更新しないことを決めましたと。また今後の起用もしない方針ですというようなことで、朝日と同じようにですね、キリンもそういったもう既に発表をしております。今言ったようにですね、リスクマネジメントのね、会社経営者としてのリスクマネジメントの観点から言えば当たり前なわけですよね。でちょっと次のページいきますね。 はい。で、えー、ですね、次のページのね、今度は対象制約。対象制約もやっぱりすぐにね、えー、表明をしております、えー。どういったような観点で話をしているかというと、ジャニーズ事務所所属タレントの CM 起用について、現段階で決定していない部分も残されている。それらを総合的に鑑みて、今後の起用方針などを判断していくということで、まあ、さっきのキリンだとかね、えー、どこでしたっけ、朝日か。 朝あたりと比べれば完全にまだ決めてはいないんだけどもまあこれ見る限りにおいてもですねまあやっぱりね、えー、その起用はしないんじゃないかなっていうことが想像できますよね。といったようなことでやっぱりね大手のね、えー、まあそういったような今までジャニーズ事務所のタレントを広告として利用していた使用していたですね各社がこぞってですねもうやらないといったようなことを言ってきてるわけです。 当たり前だと思いますね、まあ、さっき言ったです、ね、会社経営としてのリスクマネジメントの観点もありますしあとは、ねあのえー、先月、先々月かあの国連のワーキンググループが調査をしましたよねで調査報告,をし告もしました。 で昨日もちょっとね、動画の中で話をしましたけども、それこそ日本政府に対して法の整備も含めて、え政府が主導となってね、えー、ぜひね、動いてくださいみたいな報告が出ているわけですよ。要はね、政府指導でそういったようなことが今後起きるかもしれない。すなわちですね、こういったような人権に関わるようなコンプライアンス、まあ、人権コンプライアンスみたいな、最近子供もできておりますけど、そういったような コンプライアンスに互えるような企業が出てきたら、そういったような企業に関しては、当然ね、今現在、もしくはこの将来のね、日本社会において、弾かれるっていうことになるわけですよ。当たり前ですよね。まあ、そういったようなことを、国連の,あのワーキンググループの調査報告でも、はっきりとね、明示されております。なのでね、私、サムネイルに、もうどう考えてもね、経営者失格だなっていうようなことを書きましたけれども、あの 当然ですね、新社長としてそんなこと分かってなきゃ当たり前ですよね。分かっているのが当たり前。それが経営者なわけですよ。要はね、今までね、タレントとしてですね、このジャニーズ事務所に所属していて、まあ一番のフル株の一人であったということで、今回社長に抜擢されたっていうことではありますけども、あの、タレント業をやってるのとね、会社を経営するの全然違いますからね。 だって逆にタレント業ってことはその事務所に所属をして上から言われてることこういったこういったこういったねこういったことやりますだとかねえそれこそさっきの CM 企業じゃありませんけどそういったようなえ他者と契約されたことに関してじゃあ CM の現場に行ってですね CM を撮るだとかそういったようなことがタレント業でしょ。 でもそれは一回のタレント業であって、これ経営者ですからね。で、この東山新社長に関しても会見の中で言っておりましたが、今年中にもうね、タレント業は引退するって言っておりましたよね。それぐらいの決意で、えー、この社長業をやるっていうようなことを会見では言っていましたけども、それにしてはね、このね、ジャニーズのこのね、名称に関する発言、これはちょっとね、 え無責任だし、まあ、無責任というかですねやっぱり経営者としての自覚が足りなさすぎだと思います普通に考えればさっき言ったね、えー、とキリンだとかさアサヒだとかそれこそ大正製薬といったような、まあ、大手企業ですよね日本を代表するような大手企業ですけどそういったようなね、えー、ところからの反応反応というかね、えー、そういったような声明が出るだろうというようなことはね想像できますよね自分が逆の立場に考えればいいわけですよ で自分がねその、えー、今回例えば、アサヒグループのね、えー、例えば CEO でありましたとで、そういったようなジャニーズと言われるね、ジャニー喜多川のその名前を取ったような事務所、すなわち犯罪者の名前が、えー、取ってつ使われているような事務所のタレント、使う、自分のね、会社の CM ですよ、しかも広告のね、として使う、使うわけないんですよね。 そういったようなことを考えると、結局ね、あの、会見の中では、このね、藤島ジュリー社長も、もしくは前社長もですね、もしくはこの東山紀之新社長も、とにかくそのね、所属しているタレントのことをまず第一に考える。そしてね、被害者の方の、えー、まあね、実際の弁済というか、そういったようなことをね、尽力を尽くすというようなことを言っていたんですけど、少なくても所属するタレントに対する、えー タ,タレントに対するですね、えーまあ、気持ちは別にしてもですね、守るという姿勢には全くなっていないですよね。逆にそのタレントを、えー、の窮地に追いやっちゃうというかですね、えー、そういったような、えー、結局、えー、今回の記者会見の東山新社長の、ね、言動だったっていうふうに言わざるを得ないですよね。ここら辺がね、一タレントとして、ね、働いている身分と、やっぱり経営者としての決定的な違い、あのー、 私もその経営者の人たちいっぱい見てきましたし、まあ、自分もそういったような、ね、立場になった時もありましたしねやっぱりそういったようなことを考えるとですねやっぱり経営者として何を最初に考えなきゃいけないのか。 はですね、いろんなことがあります。それはた例えば、ね、営業努力もある、今回のような広告ね、どんな広告を出そうだとか、企業のイメージだとか、それこそ企業のロゴだとかね、イメージ戦略どうしようかみたいなこともありますけども、やっぱり一番考えなきゃいけないのは、ありとあらゆる面で考えられるリスク、そのリスクのマネジメント、これがね、経営者にとっての一番考えなきゃいけない部分だと私は思っております。で今回の件に関しては、この広告に関わる、CM に関わるようなリスク、それが全然分かってなかったよ。 うな言動だったわけですよねあとは例えばねサラリーマン社長であればさっき言ったのは、ね、あのねビッグモーターなんかは完全サラリーマン社長でね私はもう完全にあのトカゲの尻尾切りされておりますけどね、えー、まあそれはちょっといいですけどまあそういったようなサラリーマン社長であればね常にね大きな会社であればそれこそ上場会社等であればですね周りにいっぱい敵がいるわけですよそういったようなね、えー、人事に関するリスクも当然あるわけですよね まあそれ当然、その周りの,その市場に関するね営,業ね営業の面でのリスクも当然あったりだとかねあるいはその例えば輸出入をやっているような会社であればねカントリーリスクなんかもあるわけですよ。そういったようなねリスクをいかに最小化させるか、なるべくね排除するかっていうようなことが会社を守るための経営者としての一番の責任であるというふうに言っても過言ではないと思うんですね。そういったようなことに関して少なくともあのジャニーズの名称を残す であろうといったね、あの発言に関しては経営者としてははっきり言って失格だというふうに私は思います。はい、えー、とっと、いったようなことでですね、もうちょっとね、あの会見があってからですね、えー、もうね、非常に今現在ですね、炎上されておりますといったような中で、い、え、ろ、ー、んな問題がね、このジャニーズに関して、 それこそ性果害に関する、ね、新たな被害者の方の、ね、告白だとかそういったようなことも含めて出てきておりますのでただ私は今回に関しては、ね、あのとにかくこのジャニーズという名称これは絶対に残すべきではないと、ね、以前からちょっと、ね、考えておりますのでそういったようなことも、ね、含めてちょっとお話をさせてもらいました。 まあまたね、例えば私のこの動画をご覧くださっている方で、今現在ね、別に会社の代償は別にしても、ね、経営に携わっておられる方が、もういらおられるかなという気がいたしますので、まあそういった、特にね、そういったような方に関しては、まあどういったね、ご意見を持たれているかということも、えー、またね、私の今,今後のこの動画、どういった動画を作っていこうかみたいなことでね、役に立,つの立ちますので、ぜひね、ご意見をお待ちしております。ありがとうございました。ではね、バイバイ。